どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グールリインボーク駆逐西尾錦を駆逐せよの A に挑戦していきたいと思います。使っていくパーティーはこちらです。原作再現 RE1 巻の原作再現オロチ戦ですね。ということで、クインクスのメンバーで戦っていきたいと思います。本来なら、まあ、先にちょっと断っておくんですけど、本来ならサイコはいないです。いないんですけど、駆逐は耐久戦なんで、防御力アップと回復要因がいないとちょっと、ボコボコにされると思ったんで、先にちょっと謝らせていただきたいと思います。本当に申し訳ない。ここはちょっと入れさせてくれ。頼む。で、まあ、本来なら、ここにフェスゲンの、売りを入れたかったんだけど、まあ、持ってないんでね。あと、このハイセを、このハイセを前衛に置いて、途中から、このね、暴走ハイセに、切り替えるっていうのが大事なところです。はい。やっていきましょう。まあ、インボケこういうことができるの楽しいよね。さあ、どんな感じなんだろうな。この相手の錦ね、もうちょっとで熟練度が 100% になるんで、この占領戦が終わった時に引く無料チケットでどうにか 100% したいですね。とりあえず、ちょっと待って、名前が、知らずがスキル1ですね。カグネ出すスキルじゃなくて、普通のスキル1がですね、あ、やべ、しくった。溜まりにくいんだった。いやー、ちょっと待てよ。これなー。ハイセだな、ここしくった。シフトチェンジ、売り絵出しときゃよかった。これ一旦やべえな、しくったわ。ムツキがたまるか微妙いぞ。これちょっとね、とりあえずハイセで削って、ハイセ溜まってくれるよな。オッケーで、ハイセで、ブレイクします。ブレイクしてリセットで、ムツキの攻撃力ダウンを発動させていきたい。そういやあれだな、これ今思ったらフェスゲン知らずしかいねえな。久しぶりに、あ、待って、暴走ハイスもいたわ、ごめんなさい、全然見えてなかった。とりあえずムツキのスキルで相手の攻撃力を下げていきます。いいね。さあ1ターン目ちょっとミスったけど、やることはやった。防御力上げて相手の攻撃下げたよ。ただ 0.8 倍なんでね。あー高いな、 0.8 倍でも高い。でムツキは避けてくれるんでね、ここのブレイクできるか、これ微妙いな。暴走排泄がたまるかって言われたら、たまらないかもしれないな。知らずがたまんのかな。ブレイク、まあとりあえず削っていくか。これあれだな、削るなら全員で攻撃してから削りたかったけど、ハイセ使い切って、で、暴走ハイセがですね、あの武器耐久値をマイナスする効果を持ってないんで、もしかしたらここで前線に出すと死ぬかもしれない。ここもう一回耐えるか。とりあえず回復させて、ハイセ耐えてくれ。あの武器耐久値を削るスキル持ちがハイセと、知らずしかいないんですね、これ。確か、売り絵持ってなかったと。おーっと、何してくる ?0.7 倍ダメージ。前衛か。OK、ガードしていく。おーっと、待って、ハイセ耐えろ。やられたやられたきついなこの戦い。だがこのフェスゲンを使わないことによって難易度を上げて、あれですね、なかなか楽しい戦いができてるんで、そうだな、ここはブレイクしていきたい。知らずを出すか。待て、今これ何ターン目だ。まだ敵の攻撃力ダウンかかってる。まだ一旦持つな。もう配線とこはできないんで、シフトがね。知らずここで貯めていくか。で、知らずには次のターン。あー、マジか。なるほど、ちょっとサイコで削っときゃよかったかな。どうしようかな。まあいいや、知らず出す。知らず、カグネ出すか。
カグネ出して、これで最高貯めたい。で防御力を上げて、いけるかな。で武器耐久値を削りたいんで、とりあえずスキルは2人とも残しておくか。ここ何もしてこないでくれ頼む。うわ、武器耐全回復からの、まあ、5回行動が残っている。いやー、いつもならねエトがいて麻痺させれるんだけどな、今回いないんでね。さあいいよ、耐えた。オッケー、とりあえずじゃあ使っていくか。ハイセが武器耐久値削るやつがないんで、ここ削っても大丈夫だよな。行こう。お返しで。オッケー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 。さてと、じゃあとりあえず削るか。でも11か。とりあえずスキル打って、待って、売り絵がマイナス5か。大丈夫、マイナス5なら大丈夫。オッケー。ああでもそうか、これ全員で攻撃してからの方が良かったんだな。まあでも知らず溜まりやすくなってるから、もう一回撃てるな。シフトして、オッケーオッケー、下げよう。そうだ、これ忘れるとこだった、危ない。無突きで敵の攻撃力ダウンをしないと負けるわ。で、とりあえずハイセ打って、まあ、次のターンもたまるだろう。ここで何もしてこなければ大丈夫なはず。まあハイセ、なんかあいつハイセをさ集中的に狙ってくる傾向があるから、 0.7 倍の前衛ダメージ。お、いいね、ムツキガードしていく。ムツキがいってしまう、全回復。さあここを耐えれば、あと2回攻撃して危ねえ危ねえマジで。ここはとりあえず全員で削って削って、先に撃った方がいいのかな、これ。いや先に削った方がいいだろ。削れるうちに。ただな、一番シフトしたい2人がシフトできないからな。多分これで削りきれる。マイナス5の7連ダメージでしょ。じゃあ足りないから、とりあえずここで稼いで削いけるわ。これこれでちょうどいけるはず。 OK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 。 さあやることはやったぞ。普段慣れねえキャラ使ってるから、あの武器耐久値いくつ削るとか、どれぐらい敵にデバフかけるとか全然分かってなかったな。だが危ない、なんとか。お、ゼロ距離ボンバーのあれだね、あの攻撃エフェクトっていうか、あれいいね、ゼロ距離ボンバーじゃん。よし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 、いいねいいねいいね、だいぶムツキがいい仕事した。 OK、なんとかいけたな。これサイコがいなかったら勝ててないな。全員が働いたと思います。はい売り絵をうまく使ってあげられなかったけど、なんとかですね、うまく勝てたんじゃないでしょうか。まあやっぱりフェスゲンね、いつも熟練で 100% とかゴリゴリ強化したやつで挑んでるんで、まあ、今回みたいにね、こんな感じプレミアム原作再現とかでプレミアムのキャラを混ぜてね、戦うと、非常に緊張感もあって、原作再現してる面白さもあってね、楽しめるんじゃないかなと思います。まあスピードはないんですけどはい、ということで、お疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。今回もイラストが届いております。どうぞ。